GEAC6000CW は GE トランスポーテーションシステムが1995年から2001年まで製造した6000馬力の電気式ディーゼル機関車である。エンドの SD90MAC と並ぶ世界で最も強力な1エンジン搭載のディーゼル機関車であり、その性能は3300馬力のエンジンを2機搭載するエンド DDA40X に匹敵する。 エンドが1995年に製造した SD90MAC の対抗車種として登場したディーゼル機関車で、車体構造は AC4400CW の設計を基本としている。軸配置は6同軸の CC で1軸1、インバータ方式を採用、エンジン以外の基本設計と伝送品は AC4400CW と同様であるが、 相違点として全長が3フィート長くなり、車体後部のラジエーターが大型化されている点が挙げられる。GE は1994年より、ドイツの MWM と共同で 7HDL 系エンジンを開発。このエンジンを搭載した AC6000CW の第1号機として、緑色塗装のグリーンマシンと呼ばれる GE のデモ機6000号が落成した。 1995年より量産が開始され、初回生産分として CSX トランスポーテーションに3両、ユニオンパシフィック鉄道に9両が納入された。1999年には、オーストラリアの鉱山鉄道である BHP ビリトン向けに8両が輸出され、西オーストラリアのピルバラ地域で採掘される鉄鉱石の輸送に使用されている。 初期導入者は 7HDLK エンジンの不具合が頻発し、GEE は暫定処置として AC6000CW に従来型の7回 DLK4400 馬力エンジンを搭載し、本来の6000馬力エンジンの問題解決後に換装できるよう考慮されたコンバーチブルモデルを開発した。このモデルはユニオンパシフィック鉄道に106両が納入され、 同社の社内故障として C6044AC の形式が付与されている。エンジンの不具合が解決した1998年より生産を再開したが2001年に生産を終了した。本機で採用された HDL エンジンは V 型12気筒のジェボエンジンに発展しエボリューションシリーズに搭載された。AC6000CW の後期製造車の一部にも ジェボエンジンを搭載した車両が存在する。2006年現在、AC6000CW を所有する運営会社及び、所有量数は、下記の通り。ありがとうございます。